石巻っていう町がですね、これから地に自立し、あるいは新しい価値を発信するためには今おっしゃったことは本当にヒントになると思います。で、石巻に来ればこういう催し物がある、仙台ではなくメディアテイクではなくパルコではなく石巻でこういうものを聞きに来るんだっていう文化を発信していきます。目から鱗っていうかね、石巻のね、はい、新しいね、はい、なんか文化が入ってきたような感じでね、なんかね、すごいなと思ってね、これからだんだんね発展させていただければ ね、 ね、もうちょっと柿粒だなと思ってびっくりしました。編集者の菅月松信です、はい、今日こちらの石巻 2.0 の、いどり石巻で、レクチャーやらせてもらってとても光栄に思ってます。まあ大変な状況だと思うんですけども、逆にこれだけ世の中からの全国からのアテンションが今集まっているということが一つのチャンスだと捉えていいんだと思うんですけれども、そこでぜひ今日僕が話したこと、そして今日これからパネルディスカッションでみんなで話すようなことが何らかの一つの種になれればと思っております。頑張ってください。はい、ありがとうございました。第一部終わりました。いかがでした？はい、とても本当に感慨深いです、はい、刺激的 な、 なんか文化的な、ね、今まで石巻になかったものが、はい、3月11日後に誕生しちゃったっていうことで、うん、なんかこう元に戻すのは嫌だというのが我々 2.0 の思いなんですけど、はい、今日も前に確実に前に進んだ、はい、新しく想像した1ページだと思います、はいはい、またこのようなイベントある時は広くまたアナウンスしてもらって、はい、参加させていただきたいなと思いますので、ロボカティブ挑発する、いいですね、挑発する出来事をたくさん作っていきます。